どうも、カニです。はい、というわけで、今日なんですけども、日本酒です。日本酒。日本酒を今日は飲みたいと思います。それもですね、こちら、まあ、向かって右側から、松浦市、飯塚、黒沢っていうね、こう、ラブライブのこうメンバーの名前にゆかりのある日本酒なんですけども、こちらですね、沼津、この間行った時に、松浦酒店っていう、お酒屋さん、お酒いっぱい売ってるお店があるんですけど、そこで買いました。なんかこういうのがあるって僕知って行ったんですけど、松浦酒店の方に聞いたら、もうわかりやすく、もうほんとレジの、横にもうアゼリアセットって感じでも売ってるんですよ。あ、商売うまいなと思っても、はい、じゃあこれくださいって言ってアゼリアセット買ってみました。まあこちら日本酒なんですけども、先日ね、僕5月3日でね、ようやく20歳になってお酒が解禁されたわけなんですよ。でまあ僕普段ね、ビールしかほぼ飲まないんですけど、まあ、こういう日本酒っていうね、ちょっと大人な、なんだろうね、ちょっとハードル高いですけど、ちょっとこういうのもね、ちょっとたしなめるね、こう大人になっていこうってことでね、今日はこちらを飲んでいきたいと思います。まあね、これがきっかけでね、飲めるようになったらいいと思うんですけども、僕日本酒とか全く分かんないんですけど、ほんと種類とかなんかどういうやつだとか、飲みやすい飲みにくいなんかよく分かんないですけど、アルコールは15度、全部15度ですよね。これ飯塚だけ16度っていうぐらいしか僕はちょっと違いは分からないんですけど、じゃあまず、じゃあカナンちゃんからいこうかな。てか俺どうやって飲むんだろう。なんかとりあえず氷用意してみたんですけど、とりあえずまあ氷で、うわ、飲めるかな、むせたりしないかな。まず香りからね。おお、あれだ、あの匂いがする。甘酒、米麹の匂いだ。はい、じゃあこちら松浦市、かなんちゃんと一緒に行きたいと思います。じゃあちょっとだけね、あんまね、飲んでもちょっとね、酔っ払っちゃうから。はい、こんぐらい。では一杯目、松浦市いただきたいと思います。いきます。あ、思ったより、ちょっと水で薄まってるか。ちょっと待って、ちょっと水で薄まってる。ちょっと、飲みやすいって聞いてたんですけど、確かに飲みやすいかもしれない。ちょっとこれを基準にちょっと考えていきます。これを基準にね、どういう味の違いがあるのかっていう。はい、で次、黒沢でね、これキャップのところにもここ黒沢って書いてあんの。あ、逆だったね。黒沢って書いてあります。オーブン。はい、あ、でもちょっと香りが違う。せーの。おお、ちょっと入れすぎたかな。まあ気にしない。さあ、ダイヤちゃんはどんな、あ、でもそっか、ダイヤちゃんだけどルビちゃんでもあるか。黒沢だけだったら、そうだね、黒沢ドリンクいただきます。飲めなくはないです。なんでだ、この味を伝えることはできない。こう飲み慣れてる方なら、うわ、これはちょっとまろやかだとか、なんか、あ、ちょっと、あ、香りがとかなんかあるのかもわからないけど、ちょっとごめんなさい、違いがわからないぞ。うわ、これ叩かれそうだな。なんもわかんねえって。でも、きついな。まあでも飲みやすいんだと思う。うん。なんか、うわ、ダメって感じじゃない。で最後ちょっと楽しみだった、飯塚。まあね、僕の推し麺っていうのもありますし、まあなんかね、やっぱ美味しそうじゃない。ボトルが美味しそうで、僕ね、絶対こういうなんかグラスとかね、コップとかなんか見るとやりたくなっちゃうんですけど、この iPhone でこうライト照らしてこうやってやるっていうね。ほら、綺麗でしょ。あ、でもこれはちょっと違うぞ。刺激臭を嗅ぐ仕草。いや、もう分かんねえな。いや、分かんないとか言っちゃう。分かるんだけど、違うのかな。せーの。まるちゃん、飯塚飲んでも飯塚か。飯塚よ。はい、いただきます。うん、あ、うん、これは違うっていうのは分かる。アルコールが強いっていうのもあるけど、松浦市と黒沢とは、何かが違う。どれ飲むかって言われたら、これ飲みたくなるかな、僕は。適当なこと言ってごめんなさい。適当なこと言ってるんですけど。飯塚ね。うん。あ、でもね、すごい今、日本酒のイメージが変わりました。これ飲んで。今回飲んでるのが、この日本酒っていうジャンルの中のどのあたりの、なんか、部類に位置するのかちょっと分からないですけど、なんか、
ね、みんな飲みやすい飲みやすいとは言ってたのを知ってるので、あの確かに飲みやすいのかなって今感じてます。また好き嫌い別としてね。うん、イーズラはイーズラ、ちょっと酔ってきたかもしれない。そうだよ、思ったらこれ僕動画でお酒飲むの初めてですね。なんかちょっとやってみたいなと思って、今日やんないけど泥酔生放送みたいなさ。いやそれよくないな。でもなんかあかんこと言っちゃうかもしれないけど、なんかねもっとせっかくね成人したから、なんかお酒を絡めた企画とかもねやってみたりもしたいんですけども、こんな一人飲んでるのねちょっと寂しいから。あのね、あとね僕ねお酒飲んでもねあんまね顔赤くならないんですよ。そしたら最後にあの、まあ、せっかくこうアゼリア3つ買ったっていうことで3本これミックスして本当にアゼリアを飲みたいと思います。では最後、イーズラを入れて、イーズラか。イーズラよ。ありがとう。はい、完成しました。アゼリアです。いただきます。あ、でもちょっとなんかこう飲んでるうちになんかちょっと美味しく感じてきたかもわからない。あーキンキンに冷えてる。まあはい、というわけで、まあ、今回なんですけども、こちら松浦酒店さん、まあ、沼津でねこれ買ったんですけど、あの別にこれ沼津じゃないと買えないってことはないと思うんですけど、まあ沼津の松浦酒店、一応沼津行った時松浦酒店さん行くと分かりやすくこうやってラブライブのなんかお酒コーナーみたいのがあるので、まあ、そこで買ってみたらいい、ちょっといいのじゃないかこの日本酒がなくなる頃にはもしかしたら僕は日本酒大好きになってるかもしれないですし、このイーズラはねやっぱ僕の推しがね花丸ちゃんっていうのもあるんで、やっぱりこうイーズラ飲みたいズラ。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。やっぱ酔っちゃうんだよ、やっぱちょっと酔っちゃうの。あのね別にね酔ってないっていう風に装えるけど、やっぱり酔ってるんだよ。うん、やっぱお酒を飲むと多少酔っちゃうし、うん、だからこんだけしか飲んでないのにさね、こうなっちゃうわけだからさ、やっぱお酒はね弱いんだなって自分では思います。はい。